はい、こんにちは。ベーシストのマッキーです。今日はですね、この死んだベースの弦ですね。これですね。この弦をですね、ちょっと茹でてですね、復活させようと思います。ベースの弦っていうのは結構高くてですね、3000円とか2000円とか、新しい弦に張り替えるとしちゃうんですよね。もうこれ1回でだいたい居酒屋の飲み代がね、1回分とか取られちゃうんで、毎回変えてるとお金の出費結構きついじゃないですか。特に高校生のバンドマンとかも結構きついので、もうどうしようもなく死んだ弦をですね、1回こう茹でた、こうやってお鍋でですね茹でるとですね、ちょっと復活するんですね。だから復活した後すぐ死ぬのも早いんですけど、まあゾンビみたいな感じなんですけど、まあ張り替えたばっかだと、茹でた後張り替えたばっかはだと結構サラ弦の新しい弦っぽくなるので、ちょっとお金のない人はこういうこともありなのかなということで、ちょっと揺れます。こういう感じですね。ブツブツと揺れます。これをですね、この弦の中に、まあ死んだ弦だと中に手垢とかが入ってるんですよね。その弦の中に、こう巻き弦の中にこう忍び込んでいるこの手垢とかをこう煮沸消毒させてるんですよ。はい、これでやるとですね、ちょっと弦が復活するんですね。ちょっと死んだ弦でベース練習すると結構なんだろう、モチベーション下がるというか、こう張り替えたばっかの音の方がやる気が 出るじゃないですか。そういう時のためにこうちょっとお金の、一回張り替えるのって3000円とか2000円とかかかってしまうので、まあこういった感じで死んだ弦をちょっと再利用するのもありかと思います。僕はちょっと練習よくするので、よく弦が 手汗もよくかいちゃうのでね、弦がすぐ死んじゃうんですよね。まあ、こういうのもありなのかなということで、ちょっと後でこの茹でた弦を張り替えて弾いてみようと思うので。はい、それではですね、弦をですね、今張り替えました。茹でた弦をですね、死んだ弦を茹でて張り替えてちょっと弾いてみようと思います。ほら、結構シャリシャリしてますね。うん、シャリシャリしてます。うん、いいですね。という形でちょっと弦をですね、茹でるとなんというかですね、ちょっとだけ弦が復活するということでですね、お金がない方は弦を買うのも3000円とか2000円とかかかってしまうので、死んだ弦をちょっと茹でて、乾かして、拭いて乾かして、こう張り替えるとちょっと生き返るので、これで練習するときとかはちょっとモチベーション上がるのでやってみてはいかがでしょうか。それでは、さよなら。ベーシストマッキーでした。